ライアン・ホリンズはアメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナ出身の元バスケットボール選手。NBA の数々のチームで控えセンターとしてプレーしていた。UCLA で4年間プレーし2006年の NBA ドラフトでシャーロット・ボブ・キャッツから50位で指名され NBA 入り。NBA 入り後平均出場時間が10分にも満たないシーズンが続いたが 2009年1月にダラス・マーベリックスにトレードで移籍して以降状況が一変。同年のプレイオフファーストラウンドのサンアントニオス・パーズ戦でティム・ダンカンのマーキングを任されたホリンズはダンカン相手に計3ブロックショットを決めた。2009年8月2日制限付き FA となっていたホリンズはミネソタ・ティンバーウルブズの3年700万ドルのオファーシートにサイン。 マーベリックスは、この契約にマッチングをせず、移籍が成立した。2010年7月26日、クリーブランドキャバリアーズに移籍。2010から11シーズンは70試合に起用されたが、翌2011から12シーズンは24試合の出場に止まり、2012年3月20日に解雇。3日後にボストンセルティックスと契約し、残りシーズンを過ごした。 2012年から2シーズンは、ロサンゼルスクリッパーズでプレー2014から15シーズンは、サクラメントキングスでプレーした。2015から16シーズン、これまでもジャーニーマンとしての選手生活を歩んできた。ホリンズは、かつてないほど慌ただしいシーズンを送ることになる。2015年9月28日、メンフィスグリズリーズと契約するも、シーズン開幕前に解雇。 11月30日にはシントン・ウィザーズと契約するも、翌月23日に解雇。29日に、グリンスリーズに再加入するも、2016年1月7日に、再び解雇。同月21日、今度は10日間契約で、グリンスリーズと3度目の加入。2回目の契約終了後解雇されたが、3月2日、マルクが反るなど、負傷者が続出したこともあり。 シーズン4度目のグリズリーズ加入となったが、4月7日解雇され、同一チームから1シーズン通算6回の契約と4度目の解雇という稀なケースとなった。2016年12月4日、NBA のチームと契約することができなかったホリンズは、リーガー部の CB グランカナリアと契約した。ありがとうございます。